いやー、改めましてうちの宮ありがとうござ島います。よろしくお願いいたします。私も同じで。初対面なのにダイエットなさいましたなんて聞くのもおかしいですね。だから見 てるんネットでで、は見てますよ、ちゃんと。あ、それでね、そう、痩せてんです、今。もうストイックに。もうちょい。そうでしたね。結構ずっと続けてるんですよ。要するに血が脂っぽくなっちゃってて、で、心臓に少しこう脂がたかってきてて、心筋梗塞の一個手前ぐらいになっちゃってるって言われたんで。まあ、結局減量するのが一番手っ取り早い。もう本当に重いの丈をいろいろ言っていただければ、一つ一つ。私と2つ違いなので、昭和38年生まれ。やっぱあり生まれら、た時からだから、弟子です。僕よ学り会も、男子部との対決で、君っていうのどこでやったんで国すか？たちの人かな。実名僕絶対出してない。出してないと思います。あ、私、顔知ってる人ですから。顔も出してないはずですけど、僕、相手のは。じゃあ違う人だと思ったかもしれうん、ない。いや、違う人のやつかもしれない。僕は絶対相手の顔は出さない出してし、ないと。声も絶対書こう。そいつと、まあ、放課後、本当に同期。38年生まれ。あらまあ、じゃあ、私の方がまだじじいなんだ。34年生まれだからね。そうですか。やっぱりじゃあ、お若い時はバリバリやってた口。いや、もう生まれながらにして嫌いでしたね、あ小学会が。嫌であれしまなかったですね。ただまあね、すごい家系だからね、そもそも。期待もある話ですし、何の？まあ、親父の立場もあそうるんそうそうでね、そそう。らある程度期待に応えんにゃとは思いましたが、もう大体そういう情報は、まあ、そういう近い方にいたんで聞いてますから、当時逆に。の小本堂建立の時の進行と学会の違うこれだって話とか、あるいは中学生かな、昇進会の時の、文献承認芸科に次ぐのを否定したつもりで、もうやめたままにしたっていうのがね、全部、で当時結構団都会に行っちゃった人とかね、で創価高校ですからね、しょけさんとかいっぱいいますので、なるほもうど。ガンガン言ってましたから。どんな人いたの？い団て、体。の方と、しょけさんと、そうなんだ。俺のだって木はい地な方かっからた。みんな来俺のて。木はいなかったよ。じゃあ、あんたの木はいたんだっていう。12期と11期だよ。だから52年路線の時、その頃何年ぐらいです？その高校、学園の頃って。昭和何年かな。おそらく堆積地側もこう引いたんでしょうね。52年路線の時、第一次の時。だから、一番の、教本も書いちゃっ改たり訂しちね。ゃって、模倣して作っちゃったとか、いろいろあって、お詫び登山もしたとか、あの時代かな。ずいぶん裏側の情報をよく若い時に掴んでたんですね。学会の。もう知ってましたよ、それはもう。普通はほら、学会にはそれはもうひた隠しにしてたはずじゃないですか。でも、だから、そうですね、高校3年の時に一回、小山登山に行ったんですけど、虎ノ門の学会男子の連中がもうバリバリ宗門批判してましたからね。真っ盛りだああ、やっぱ第一りもう、次競技逸脱問題の真っ盛りの時。そうだ、潰し上げたとか、そんなよ。ああ、こいつらやっぱり最初からそのつもりなんだな、と思ってましたね。小山の本業なんて、かったるくてついてらんねえよ、とかさ、平気で言ってましたよ。ずっと底辺ではずっとそうだったってずーっことあだりましね。たね。そんなでもなかった。で、そういう人がいたんで、まあ、その人、普通の造幣の人だったら、やっぱ丸坊主にしてるから、親戚にそういうとこ言っちゃうけど、仏様っていう言葉を使ってるんですよね。だから、創価学会の人で仏様って言葉を使う人って、教わったことないよねって思って、やっぱ、新興宗教と、
その仏教って違うんだなっていうのは感じましたけど、全然不思議な、どちらかとキリスト教に近いと思ってますから、そういう考え方、宇宙観とかそういうので、今となるよね、へえ、じゃあもう本当に冷ややかな目で政教新聞社に勤めてるお父さんのもとで冷ややかな目で見せたけど、僕はこうなってからこう言うようになったよね。まあ反発されちゃうから黙ってたんだって。喧嘩になったりするから、僕と二人でね、この新婚の話してると喧嘩になっちゃう。結構頑張ってたんだっけ？いや、僕、弾いてたんですよね。弾いてる者同士、盛り上がったんじゃないですか？むしろ。いや、僕はね、弾いてるっていうよりも、うん。勤めてたんで、うん、ほとんどそういうの出られなかったのがありますしね。ああ。本当に仕事ばっかりだった、ね。ああ。まあじゃあ、命的には別に弾いてはいないけど、進行自体は私は、一連召集創価学会、創価学会の一応、王道で行くつもりでは自分はずっといたと。ずっとじゃあ、かなり、なんですか、アウトロー的な感覚を受けちゃうわけですね、話すと。うめえぜ、すんねんじゃねえよ、みたいな感じで、こう、間のささやきが、そそのかされ、そそのかされ。全然そそのかしたっていうのはないんですけど、まあ、あんまり、って言ってもね、と思ったんでね。はぁ。だから私はまだ、私は創価学会席あるから、破門された身ですから。ああ、今ね、そう言いながら逆転構図だけど、ね、こっちの方はもう学会席抜いてね、召集に、アンチっぽいのに、まだ学会席がある。まあ、その、何にも実害がなければ別に何もしてないわけだから、いいんだけど、結局、予動罪ってのがあるからね。これが面倒な話で、自分じゃ関係ないよって言ってんだけど、どうしてもその、明確に、今で言うと要は、やめただけじゃダメなんだよね。寛解っていうのを受けないことには、創価学会のガイド君が断ち切れないっていう、このまあ、法議帳。あるわけですよ。その影響、それをご心配されてるんじゃないかと思うんだよね。だよね。だからアンチならば、その、断ち切っちゃって、その後まあ進行するしないは、まあこれはまた次の問題だから、断ち切るだけがされたらどうかってことなんですよ。知らないうちにヒ素飲まされてる。まあ、学会的に？いや、学会の中ではないんですけどもね。うん、仕事もらってるとか？いや、そういうのもない。そういうのはないですけどね。うん、ただまあ、親戚の半分くらいは席を置いてる家柄ですからね、親戚も全部、ね。でも、そういう意味で同じ立場じゃないですか。で、堂々ともお母さんにまでちゃんとはっきり言ったわけですもんね。だから、まあまあ、そこは、まあ、一歩クリアしちゃったっていうか、なんか実害とかあります？親戚的に。